こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは日清食品カップヌードル激辛味噌ビッグになります。今年で4年目を迎える春の定番フレーバーですね。期待するぜ。よろしくお願いいたします。辛さレベル5です。本当に辛いね。それではまずは一口いただきます。辛いです。はい。それではこの商品を楽しむためのポイント参りましょう。この商品のポイント、はい、まずは病みつき必死の激辛のこ味噌。それは食べながら確認します。次、3種の味噌をベースに生姜とニンニクでアクセントを加え、唐辛子の辛味を効かせた濃厚で深みのある激辛味噌スープ。ということで、はい、おしゃべりしながらいただきます。辛さレベル、辛さレベル、どっかに書いて、あ、辛さレベル、これ。辛さレベル5って最大なんですけど、すんごい辛かったり、ちょっと、あれっていう辛さだったり、割と幅が広いっていうのが結構皆さんおっしゃるところで、あー、うん、そうなのみたいな感じ。では、あります。そんな辛い感じはしないですね。正直。はい。美味しいですよ。美味しいです。あの、味噌が美味しいですね。あと、唐辛子がね、美味しいですね。で、この麺が結構太めですね。いろんなカップヌードルの商品の麺を見るようになったので、これちょっと太めですね。はい。うん、僕、これ初めていただくんですけれども、今年で4回目みたいなんですね。一番最初に発売されたのが2019年の5月の13日。今年で都合4回目の発売。おそらく人気があるんだろうなと思いますけれども、あ、そうなんだって感じ。一応、味噌はちゃんと立ってますし、唐辛子も辛さもちゃんとある。うん、発売されてる時期から言って、5月の中旬から6月の頭ですから、だいたい梅雨時、それから、アジサイが咲く季節ですかね。その頃になったらこれを思い出すっていう感じでしょうかね。うん、ちょっとね、期待値をね、上げすぎちゃったかな。うん、期待値上げすぎちゃったかもしんないな。辛いの苦手な方はもちろん大変だと思うんですけど、そんなに極端に辛いわけでもなく、お味噌は美味しいですけどね。お味噌は美味しいですけど、その、やっぱり普通の味噌フレーバーのお味噌の方が、お味噌は立ってるでしょうしね。うん、どうなんだろう。あえてこれに行く。モチベーションはどこに置くのかって、今のところちょっとよくわからない。はい。
どうなんだろう、今年だけなのかな、そういう感じなの。去年まではまた違ったんですかね、ちょっとそこはわかんないですね。また来年も出てくるようなら、もう一回来年も行って、どんな風にアレンジされてるのか見たいと思いますね。これリスペクト成立するかな、大丈夫かな、はい、ちょっと心配です。一応理論上これ以上辛いカップヌードルは多分出ないってことなんですよね、きっとね。あ、ノーマルなやつ言ってないわ。辛麺、レギュラーの辛麺まだ言ってないですよ。あれちょっと後で後日言ってみます。はい、はい、残りこれだけなりましたので一気にいただきます。はい、最後にちょっと具材のコーンが残ったんですけど、コーン美味しかったですね。はい。ちょっと期待値高く持ちすぎちゃったかもしれないです。もう一回、今度は、レギュラーのノーマルサイズの辛麺、ちょっと行ってみたいと思います。はい。どうも、ごちそうさまでした。ありがとう。そうそう、あのね、美味しかったですよ。それはちょっと言っとかないとね。はい。多分僕の期待値がずれてただけなんで、美味しかったです。はい。それはちょっと言っとかないとね。はい。はい、ということでごちそうさまでした。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、リスペクトタイムです。今回は日清食品カップヌードル激辛味噌ビッグをいただきました。カップ麺リスペクト的にラップアップさせていただきますと、戸惑ってしまったという感じです。ありがとうございました。確かに美味しくいただいたんですけれども、なんでしょう、激辛味噌の第4弾といういかにも魅力的な商品に高いテンションで入っちゃって、ちょっと失敗しちゃったかなと思っております。訴求ポイントは辛さや味噌で、来年も第5弾がありそうですけれども、個人的な感想としては大変申し訳ないんですが、ちょっとどこにモチベーションを向けたらいいのかわからないような状態になって戸惑っております。試しにまだ食べたことがないノーマルの辛麺あたりに行ってみようと思っております。というわけで今回は日清食品カップヌードル激辛味噌ビッグをいただきました。今回も美味しいカップ麺をどうもありがとうございました。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。